くどこまで行っても森ばかり。早くデフェンで商売したいぜ。そう、私はもう少し狩りをしたいけど。それもいいですが、何やら最近この辺りも物騒だとか。大丈夫、気にすんなって。何が出てもこの俺が守ってやるぜ。こいつでな。頼もしい限りですね。まあよろしく頼む。ゲフェンで一儲けした後はリンゴジュースの一杯もおごるぜ。みんな、おい、なんだよ、どこ行ったんだ。おい、冗談はやめろよ。ユーファ、そろそろ行こう。ユーファ。じゃあね、兄さん。もう行くね。お待たせろ。さあ、行きましょう。の首都、すっごい人だ。久しぶりだな、この空気。ねえユーファ、西門の花壇とか見に行かない？それとも市場に果物でも買いに行こうか。ユーファ、そりゃ兄さんが死んで悲しいのはわかるけど。これかわいい。おお、いいの入ってるよ、見てってくれよ。これからどうする？イズルートにでも行ってみる？それともモロク？あ、アルベルタから船で。もう少し黙っててよ、ロアン。ヘアバンドとガスマスク、どっちがいいか考えてるの。あ、いやでもね。あ、あとこれとこれと、これ持っておいて、ロアン。
こんなに買うの？あの、ユーファ、お金が。あー、これもかわいい。どけよ。どけどけ。なんだろう、あんなに急いで。旅人がオークに襲われたらしいな。ここのところそんな話ばっかり。モンスターが凶暴化してるっていうのは本当みたいね。最近地震が多いのと関係あるのかな。一体どうなってるんだろうね。最近妙な噂が街中に流れているようだな。はっ、モンスターが凶暴化しているなど様々な噂が街中を飛び交っております。その昨日も旅人4名ペコペコ1匹が近くで襲われ。その報告はもらっている。はあ、しかし4名ともにベテランの冒険者だったようで、その後とてもプロンテラ周辺のモンスターにやられるとは考えがたく。そうだな、もはや噂の範疇ではないのかもしれんな。モンスターのことといい、どうも最近おかしなことが起きすぎている。あ、プロンテラ市民の不安を取り除くのも我々の仕事だ。今日は私も出よう。少し早いが巡回に行こう。君もついてきたまえ。はっ。おかしいな、市場はこっちのはずなんだけど。ねえ、本当に合ってるの？なんかさっきからほとんど人とすれ違わないよ。え？いや、絶対こっちだよ。お待ちなさい。んだよ姉ちゃん、俺たちに何の用だよ。はぁ、さては俺たちに惚れたな。パーティー組みたいってが。あなたたちみたいな汚らわしい方々とご一緒するなんて冗談ではありません。な、汚らわしいだと。おら、お黙りなさい。あなたたち、私の収集品を返してください。はぁ、何言ってんだおめえ。そう、私はずっとあなたたちの後を追ってきたのです。あなたたちはミョルニール山脈の峰で狩りをしていた私の収集品を横から奪っていきました。もしかしてその文句が言いたかったのか。姉ちゃん、見た目によらずねちっこいね。違います、私は冒険者の掟を守ってくれと言っているのです。ルールも守れないなんて冒険者として最低です。うるさいね、何の騒ぎだい。うん、何だいこいつは。姉さん、それがこの女がわけのわかんねえ難癖をつけてきやがって。難癖ではありません、私はルールを守ってくださいと言っているのです。あたいらはあたいらのルールでやってるんだ。あたいらの勝手だろ。あなた3日前に北の森でモンスターを他人に押し付けて逃げた人ですね。あ、なんだって。おめえなんでんなことがわかんだよ。目隠ししてるくせによ。気配でわかりますよ。それに独特の匂いがしますから。匂い？臭いのですあなたたち。臭い？その安い香水の匂いは忘れません。こいつもう勘弁なんないよ。お前たち、あたいたちをバカにした罰を与えてやるよ。やれやれ、どうして皆さん自分の非をお認めにならないのでしょうね。こいつどこまでバカにしやがる。ダメです。お、あなたたち3対1なんて卑怯よ。ユーファー。ああ、なんなんだおめえはよ。お嬢さん危ないですよ、下がりなさい。いいえ、こんなの放っておけません。まったく今日は次から次へと。いいだろう、しかしあんたが入っても3対2だよ。いいえ、もう一人います。ロアン、早く出てきて。ロアン、ロアン。おお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 お
僕が相手だ。いえ、なんでもないんです。そうですぜ。ちょっと道を尋ねていただけで。どうだ、恐れ入ったか。俺はソードマンのロアンだ。ロアン？あ、大丈夫かね、君たち。あ、ああ、フロンテラ騎士団長、ヘルマン様。うん。最近この辺りは不定の輩どもの巣窟になっておるのでな、時々こうして騎士団を連れて見回っておるのだが、どうやらいいタイミングだったような。本当に助かりました。おかげで無駄な争いをせずに済みました。ありがとうございます。ん、気をつけていかれよ。よかった。私たちも行きましょう。ん、ああ、じゃあ。お待ちなさい。はい。私はマジシャンのタキウス。今のお礼をさせてください。え？いいんですか？でも。二人とも私のために出てきてくれたんじゃないですか。お礼をさせてください。ああ、もう、ついてねえ。なんだってこんなところにまで騎士団がうろついてんだ。そんだけ近頃物騒だってことだろ。お前たち。兄さん、騎士団を前に何こそこそ逃げ出してんだい。なむちゃない。男だろ。情けない。でも兄さん。言い訳するんじゃないよ。小娘には小馬鹿にされる、騎士団には出くわす。本当にもう今日はなんてひどい。ところでこんな食事をしてなきゃなんないんだい。本当だったら今頃宿屋の酒場であったかい食事を食べてるはずが。騎士団にまずいとこ見られちまったじゃないですか。そうそう、しばらく目立つ場所は避けないと。姉さん、うるさいね。そんなことわかってるよ。じゃあ無理言わないでくださいよ。何言ってんだい。お前たちが不甲斐ないからこんなことになってんだろ。でもほら、このパン美味しいですぜ。このバカ。そんなこと言ってんじゃないんだよ。このままじゃ気が収まらないって言ってんだよ。じゃあどうするんです。この時間だ。奴らだってちょうど飯食ってんじゃないのかい。なるほど。で、酒場宿屋を探せば必ず見つかるさ。で、誰が探すんです。お前たちに決まってんだろ。街中のですかい。いや、だいたい見つけてどうするんです。いいからとっとと探しておいで。あたいを怒らせたらどうなるか思い知らせてやるよ。いいお店ですね。さすがプロンテラ。ええ、プロンテラに来た時はよく来るんです。こんなお店知らなかった。プロンテラは久しぶりで。そうですか、プロンテラは久しぶりですか。でも昔はあんな人いなかったのに。大丈夫、ユーファのことは僕が守ってみせるさ。さっきヘルマン様に助けられたのに。そんなことないよ。お二人は恋人同士ですか。え、あは、いや、それは。いえ、ただの幼馴染です。ん。タキウスさんはいないんですか、恋人。ごめんなさい。ユーファさん、あなた最近の世界の風潮どう思いますか。え、世界の風潮。モンスターは凶暴化し、地震津波などの自然災害に世界は荒廃しつつあります。そのために世界だけでなく人々の心まで荒廃しようとしています。先ほどの人たちもそういう人たちなのです。彼らも不安なのです。彼ら自身は悪くない、不穏な波動に操られてしまっているだけなのです。そうかな。見るからに悪そうな感じだったけど。いいえ、不穏な波動が原因なのです。何とかしなければなりません。そう思いませんか。はあ、でも僕たち一階の冒険者だし。ところでタキウスさんはどうして目隠しをしてるんですか。あ、ユーファ、これは私は修行中の身、集中力を高めるためにこれをつけているのです。
目隠しにそんな効果ってあったの？私はこの世界を、人々を救うため真理を求めて旅を続けているのです。いましたぜ、姉さん。やりますかい？いや、こいつを使うよ。古木の枝、モンスターを呼び出すんですかい？そんなもん使わなくてもオイラたちがヒーヒー言わせてやりますぜ。いや、あの女、あんたたちじゃ手に負えないよ。あたいのナイフを返すの、ただものじゃないね。いや、でも、とんでもないのが出てきたら。ふん、男だろ。ビビってんじゃないよ。何？なんか騒がしいね。時計塔管理者。時計塔管理者？どうして時計塔管理者がこんなところに？そんなこと知るかよ！やろう、ふざけんなよ！ダメです！こっちに避難してください！すぐにプロンテラクスターが来ます！隊長！ああ、失礼します！どうした、騒がしい。トゲートか！あ、姉さん、とんでもねえことに。どうしましょう。あたいたちを怒らせたあいつらがいけないんだよ。僕たちも早く逃げよう。ユーファさん、スキルは？支援はできるかと。わかりました、私たちでやりましょう。ユーファさんは後方で支援を、私が魔法を詠唱します。それまでロアンさんは時間を稼いでください。でも今のところは逃げましょうよ。また体制が整ってる時に。ロアンさん、今日戦わない人が明日戦うと言っても私は信じません。そんなユーファさんを守るんでしょ。いい目です。行きますよ。さあ来い。ロアン、気をつけて。任せといてユーファ。このこいつ早いぞ。ダンキュースター、早く。ホールドボルト。勘弁してよ。もう一撃、ブラスト。とどめです、このゼンマイお化け。とどめだ。決まった。かっこいいぞ、ユーファ見てるかい。ちょっとダメです。ヒーロー。いけない。タキウスさん、コールドさん。タキウスさん、綺麗だ。大丈夫ですか、タキウスさん。早く魔法を。目隠しがダメなの。私、目隠しがないとダメなの。ユーファ、逃げて。ユーファに近づくな。ロア、
ダメなのか。僕はユーファのこと守れないのか。頼まれたのに僕なんかにはやっぱり。ホールドボルト、ザキウスさん、何をしているのです。立ちなさいロアン。その剣は何のためにあるのです。この剣はユーファを守るためのものだ。それがタキウスさん、もう少しフロンテラ騎士団参上。ヘルマン様、タキウスさん今ライトニングボルト。まだまだですね。怪我はないかね、君たち。ええ、なんとか。時計塔管理者、たった3人でやったのか。ええ、でもほとんどタキウスさんのおかげで。さて、私はそろそろ行きます。あ、え、タキウスさん。何を急がれる。まだよかろう。騎士団としてもこの件に関してお礼がしたい。ご遠慮します。私には真理を追求するという使命がありますので。またどこかで会うこともありましょう。定めがあれば。マジシャン、タキウス。失くした強さ取り戻す終点さえ見つけられ、プラサービスグラリスです。地下水道に異常発生、調べに向かったロアンたちを待っていたものは。次回よろしくねお兄ちゃん。ではまたのご利用をお願い申し上げます。